お、元デイおはよう。はい、どうもこんにちは。もともと TV の元デイです。いや、リアルでもその挨拶な。ああ、ごめんごめん。そういえば元デイ10月25日ハッピーバースデーやんな。うん、そうやで。なんかせっかくならなんか誕生日にちなんだ企画とかどう？ああ、なるほどね。まあ、20歳になるわけやから、なんか20にちなんだ企画とか。20歳にちなんだ企画か。やってみよう。はい、どうもこんにちは。もともと TV の元デイです。ということで、20歳記念特別企画、元デイが今本気で好きなシャーペン20本紹介ということでですね、本日10月25日が元デイの誕生日で、無事20歳20歳を迎えることができました。ということで、今回は誕生日企画と題して、本気で好きなシャーペンを20歳にちなんで20本紹介していこうと思います。今回はまあ僕の誕生日企画ということで、編集もいつもと違った感じで好きなようにやらせてもらおうかなと思います。それと20本も紹介してると動画がすごい長くなってしまうので、そのシャーペンの僕が一番好きな部分を簡潔にパパッと言って、さらっと20本紹介していこうと思います。文房具にハマってからいろいろなシャーペンを買ってきて、どのシャーペンが好きっていうその気持ちの移り変わりなんかいろいろあったりするんですけど、元デイが今本気で好きなシャーペン20本ということで、早速1本目からいきましょう。さあ、1本目から参ります。まず1本目、カベコスペシャルの黒色でございます。ということで、こちら一番好きなのはやっぱりですね、書きやすさなんですけど、これ一番最初に書いた時、こんな書きやすいシャーペンあるんやという衝撃を受けたのを覚えています。さらにカベコスペシャルの動画はもともと TV の動画史上一番再生されてる動画でもあるので、そういった面でも愛着心が湧いて非常に大好きな1本となっております。続いて2本目、またもやカベコスペシャルのブルーエディション限定色でございます。あんな書きやすいカベコスペシャルに限定色登場ということで、非常に買った時、購入当初もテンション上がりましたし、なんといってもデザインのかっこよさ、僕は黒色よりブルーエディションの方が好きですね。クリップ付きで使ってるんですけども、非常にモチベーションも上がって、使ってるだけでね、ワクワクします。3本目、プロユース171のマットブラックでございます。登場した時にですね、今までのシャーペンにはなかった、こんな上から下まで全部黒色やんといったシャーペンはなかったので、ガイドパイプまで黒色というあの衝撃、シャーペンに統一感が生まれて、デザインも非常にかっこよく、シャーペンとしても扱いやすいので、最近本当に好きなシャーペンの一つです。4本目、野原工芸木曽日の木でございます。野原工芸書きやすいよ書きやすいよという噂は聞いていたものの、いざ買ってみたら本当に書きやすくて、非常に最近野原工芸も気に入ってるシャーペンでございます。5本目、野原工芸のベニシタンでございます。野原工芸は一気に木曽ヒノキとベニシタン2本を購入したんですけども、実は僕ベニシタンの方が気に入っております。いろいろな基軸シャーペン持ってる中でも、ベニシタンは特に味のある、眺めてるだけでも楽しい、そういったシャーペンでございます。続いて6本目、ピュアモルト5000でございます。僕が持ってる基軸シャーペンの中で一番デザインが好きなんですけども、キャップ式シャーペンということで、キャップを後ろにつけた時のデザインがめちゃめちゃ好きなんですよね。こちらも筆箱に入れるだけで高級感が増して、モチベーションも上げてくれる大切な1本となっております。7本目、 S20 でございます。初めて買った基軸シャーペンなんですけども、ずっと使えば使うほど手汗がにじんで、自分だけのオリジナルの1本が完成するということで、非常に愛着心が湧いてて、しかも書き味が最高ということで、 S20 は大好きな1本です。8本目、パイロットレグノでございます。こちらも S20 の次に買った基軸シャーペンなんですけども、こちらも書き味が非常に好きなんですけども、軸が細すぎず太すぎず、ちょうどいいといったサイズ感、これが非常に好きなところです。9本目、クルトガアドバンスアップグレードモデルなんですけども、これはデザインがめちゃめちゃ好きです。オレンジと黒色のマッチング感が最高で、グリップ部分にプツプツの穴があるんですけど、それもデザインかっこよくしてくれて、クルトガアドバンス自体大好きなんですけども、僕はこのアップグレードモデル、こちらのデザインが本当に好きで気に入っております。
折り返し地点10本目、オレンズネロ 0.5mm でございます。オレンズネロ大好きで、自動芯出し機構ということで非常に注目していた1本なんですけども、最近それに 0.5mm が登場したということで非常に気に入って使ってるんですけども、これはもう一言で言えば神シャーペンでございます。後半戦参りましょう。11本目、グラフセン4プロ 0.5mm でございます。僕が文房具シャーペンにハマったきっかけの1本でもあるんですけども、これも初めて書いた時、こんな書きやすいシャーペンがあんのかということで非常に衝撃を受けたことを覚えています。12本目、グラフセン4プロ 0.4mm でございます。意外と 0.4mm という神経は普及していないように思えるんですけども、 0.3 は細すぎる、でも 0.5 は普通やしなといった方に非常におすすめの神経が 0.4mm。あのグラフセン4プロの書き味で 0.4mm が楽しめるといった、ここが非常に好きなポイントです。13本目、ズーム 505SH ということで、こちらも僕がシャーペンにハマったきっかけの1本なんですけども、太軸のシャーペンなんですけども、グリップが非常に持ちやすくてかっこよくて、初めてグリップを持った時はうわすげえ、こんな持ちやすいグリップあるんやといった衝撃を受けたことを覚えています。非常に愛着の湧いている1本でございます。14本目、スマッシュ 0.5mm でございます。シャーペンにはまると誰しもスマッシュという道は通ると思うんですけども、こんな書きやすいシャーペン1000円でいいの?といった具合に、コスパ最強という面でも大好きな一本です。15本目、スマッシュ 0.5 ロフト限定色の白色でございます。昔からの憧れ、スマッシュのロフト限定色というのはいろいろカラーがあったんですけども、初めて手に入れたのが白色ということで、愛着が湧いているということでも思い出なんかも詰まってたりする一本です。さあラストスパート参りましょう。16本目、ラミーサファリのブラックでございます。クリップ部分が他のシャーペンとは異なり、異質な存在を放ってくれてるこのラミーサファリ、書き味も他のシャーペンに負けてないといったところで大好きなシャーペンです。17本目、またもやラミー製品、ラミー2000でございます。こちらはなんといってもデザインがめちゃめちゃ好きで、見れば見るほどめちゃめちゃかっこいいなと思ってくる、これがラミー2000のすごい力、魅力かなと思っております。18本目、ラミースクリブル 0.7mm でございます。こちらのシャーペン、僕にあることを教えてくれたんですけども、それが書くことの楽しさです。書くことを楽しむということができるので、そういった面でも非常に好きなシャーペンです。ラスト2本参りましょう。19本目、ロットリング600でございます。こちらのシャーペン、僕が文房具にハマってから初めて買った高級シャーペンでもあるんですけども、一番好きなのはこのデザイン。僕はシルバーと赤のこのマッチング感が非常に好きなんですけども、軸のカクカクした感じ、このちょっとロボット感といいますか、ロットリングならではのこのデザインが非常に好きです。ラスト20本目、ロットリング800でございます。ロットリング600に非常にハマり、黒色のロットリング800を買ったんですけども、僕は勝手にこのシャーペン製図用の王様と思っているんですけど、めちゃめちゃ高級なオーラを放ちつつ、でも全体軸黒色で統一されてるので悪目立ちしないといったデザイン、これぞ製図用の王様かなと勝手に思っております。ということで、ザザッと僕が今本気で好きなシャーペン20本紹介したんですけども、今回は誕生日企画ということで、いつもと編集も違った感じでこんな感じで紹介しました。こんな感じの文房具動画また見たいよという方は高評価チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それではね、また次回のもともと TV でお会いしましょう。